バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのヨーコです。今夜のバニラスカイはですね、ちょっと家族愛について皆さんと最後までイチャイチャお話できたらなと思います。よろしくお願いいたします。では今夜の1曲目、私が、捧げたい1曲です。ヨーコで愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰を愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢なくすことのない愛しさも、まばたきひとつほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中、この胸の中にずっと。お聞きいただきました曲はヨーコで愛実でした。まあね、ヨーコがね今さら家族愛についてお話しするとか、もう今さらじゃんみたいなね、リスナーの皆さん思われてると思うんですけれども、まあ娘のシノンやね、ギタリストのイーシーはじめ赤ちゃんののんちゃんまでこのバニラスカイには登場しております。でね、今日は先日行われました鹿児島の繁華街天文館にあります商業施設センテラス天文館での母の日イベントのことでね、ちょっと皆さんにね、いろいろ、まあなんと言ったらいいのかな、素敵なご縁ばっかりだったんですけれども、あの会場が一つになる瞬間、初めましての方々ばっかりですよ。だってお客様だってね、私たちに会いにいらしてくださった方もいらっしゃれば、たまたま通りかかって楽しく過ごしてくださる方とかいっぱいいましたね。で、その初めましてなのに、やっぱり心と音楽で一つにしてくれるんだなっていうね、もう目に見えた形でね、キラッキラなね音時間をね感じました。まあ、そのお話をね、ちょっとね家族愛を中心にねお届けしたいなと思います。でね、まあその母の日は14日でしたよね、日曜日だったんですけれども、毎年ねそのセンテラスでね母の日をね、まあ、前日に行って、でなおかつ次の日のお母さんに向けてのプレゼントだったりね、またその思い出作りだったりとかにね、皆さんの音時間携われたらなという思いになりましたけれども、まあ、この間はねイタリアニッシモというイタリアと鹿児島を結ぶプロジェクト
そう、鹿児島だけじゃないんですけれどもね、日本により良い、もうすごく素敵な音楽をね、一流の音楽を本物を届けたいという思いで活動されているイタリア西本の、今回は6月6日に公演がありますアルベルト・ピッツォさんのピアノ、グランドピアノを導入して、でそこでね、もうグランドピアノを囲むみたいなスタイルでね、子供たちはじめいろんな方とね、音時間ご一緒するためにね、私たち準備してきたんですけれども、まあ結果から言うと大成功でしたね。でね、あのじゃんけんマンも当日は私の事務所がね、あのスポンサーになりまして、子供たちにね無料で缶バッジを作ってもらうという企画をしておりました。でね、缶バッジをね無料で作っていただいたんですけれども、その缶バッジ、子どもたちが自分自身というよりも、お母さんへのプレゼントでね作ってもらうことがやっぱり多かったように思います。そして何よりもバルーンマンね、あのバルーンをねみんなのために届けてくれるバルーンマンが、まあ愛妻家で有名なんですね。でね、奥様も一緒にその日はお花屋さんとしても出店してくださって、もうねびっくりするほどね、子供たちが買いやすい価格で、こんな大きなカーネーションの鉢が500円でいいのってびっくりしちゃいましたけれどもね。まあね、本当に盛り上がりました。でね、まあ何よりも私的にはね、こうみんなが誰かを思ってね笑顔であり続ける、それがこうちゃんとお互い伝わってハッピーなエネルギーしか生まれない空間だったんですよ。でね、家族だってみんながみんなね仲良しではないでしょ。かといってみんながみんな仲が悪いわけでもない、かといってみんながみんな感謝ができてるわけでもないし、まあそういう中でね、私はね、あの石井ママはね、とっても、まあ同じ名前なんですけれどもまあね、すっごくねよくしていただいてね、石井ママこそね、ほんとね、私この人の娘になれてよかったってね、ずっと、本当娘になりたかったからね、私ねお会いした頃からね、そのくらい本当もう素晴らしい女性なんですね。でね、母の日にお母さんありがとうってカーネーション渡したりとかさ、私もちっちゃい頃からそうしてました。おばあちゃんにもあげたり、おばあちゃんにもねお渡ししたりね。でね、自分がお母さんになってからはいつもね、シノンがね何かかしらねプレゼントしてくれてたんですね。で今回はね、その母の日イベントで娘がジャンケンガールズのね、歌担当としてものすごくね成長したステージをね、前回よりも一段、だってジャンケンマンが話をしてるのに自分も進んで話をして説明するんですよ、ステージでね。ダンスの振り付けのことであったりとか、子供たちの笑顔のための一言であったりとか、ほんとね、そういう、成長、誰かを思ってほんとハッピーガールでいてくれるシノンを見ると、私はね何よりも、母の日のプレゼントでした。もうシノンが輝いてるんだもん。でその輝きでね、私もすごくすごくパワーアップできてね、で何よりもアルベルト・ピッツさんと新曲花束をね一緒に披露したんですけれども、その時にイシーはギターを弾いてくださり、シノンはフルートを4小節頑張ってくれました。皆さんね、4小節って聞くと短って思うと思うんですよ。1,2,3,4、この4拍を4つ分ですからね。だけどね、彼女が今極めていることっていうのはね、フルーティストだけじゃないんですよね。楽器を演奏してくださる方って、そのたった1小節だったり、たった1音、この人がいいって選ばれないといけないっていう、今彼女は修行中ですね。なのでね、シノンじゃないといけないっていうのは今回はあったんです。やっぱり子供たちと一緒にね音時間を発信したい、陽子であったりイタリアニッシムであったりね、それを代表してシノンが演奏してくれたことによって意味を成した花束の楽曲だったんですけれども、その4小節もう毎回3回ね結局披露できたんですよ。で完璧でした。陽子は新曲だったので、あともうイベントアーとして司会者としてもずっと走り回ってたのでね、1回目はねこんなミスするみたいなね歌とかだったと思いますよ。だけれどもね、そう、3回目、2回目、3回目はきちんと届けたい言葉とメロディーを届けることがね、できたんですけれども、まあ、とにかく私は、母である以上ね、自分がされて嫌なことは娘にはしないと、本当ね、腹をくくってやってきました。
でね、私が例えばね叱らないといけないことも自分が怒ってバーって言うんじゃなくて、あなたがこう悪いから私はあの時叱らないといけなかったんですよと、こういう風に改めてくださいねみたいな話もきちんとするようにしてきました。で何よりもね、ラブレターズの歌詞がそのままなんです。あなたの中にねいろんな言葉の種をね作って、でそれが花開く時、それはもしかしたら私がこのね世界に形が変わっていなくなる時かもしれないと。だけどきっとあなたが寂しい悲しいと思った時、一人じゃないなと、私の中にママがいたなとかね、そういう風なね親子関係作っていけたらなと思ってね。私もねシングルマザーがね長かったからですね。でもね今家族4人になってからもね、ずっとそれはね極めていこうと思ってます。そして、石井ママはね、家族4人でよかったねって、本当そうなんです。私たちにとってはね、だから私のねお休みというか、私がちょっと暇になるとね石井ママに会いに行ってね、そう癒されてっていうのが、まあ私のプライベートの大事な過ごし方になりますね。なのでね皆さん、家族を優先するのが、私もね歌い手として活動している時には悪いのかなとかね思ったこともあります。だって仕事をする上でねやっぱり家族って言うといけないのかなみたいな。だけど今の時代、家族が優先で、仕事ができたり、家族が優先で活動できたり、むしろ家族が優先じゃないと、認められなかったりすると思うんです。いやそれはね本当日本の悪いところがね、ごめんね悪いところって言って、日本の良くなかったところがねすごく改善されて、愛情優先でいろんなことがねもう、動いていていいと思うんですよ。だからイタリア西部の皆さんもね、イタリア在住の方が多いので、イタリアは当たり前だよと、よかったね洋子さんって、イタリア当たり前なことが洋子さん中心にねできているライフスタイルと、仕事がね一緒になっててよかったねっていう風にね、言っていただけて安心しておりますが、まあここでちょっと一曲、そんなね今日家族愛について話してますが、石井兄がねなんと、石井ママからの電話が来るとこの曲をね着信にしてくださってたっていうのは最近知りました。それはちょっと嬉しかったので、そしてこれからの季節にもぴったりなのでね、この一曲今夜はお届けしたいと思います。陽子で花。
ただきました曲は陽子で花でした。この楽曲はね、陽子がモデルを務めております、木の場総学園の、姉妹ブランドキモノードのイメージ楽曲になっております。皆さん着物最近着ましたか？日本の何かこう好きなところ海外の方に伝えられますか？もう一つのね、ちょっとアプローチ家族愛というのは今夜はどうしてもお届けしたかったのがあります。イタリアニッシモさんたちのねご縁でいただきました。今回アルベルト・ピッツォさん、まあ素晴らしいピアニストなんです。陽子3歳から18までがっつりクラシックピアノをしておりましたので、ピアノは、すごくね、あの評論家ではないんですけれども、偉そうにこの人すごい、この人すごいけど何かが足りないみたいなね、プロにもね、辛口なことを唯一思う楽器ですかね。とはいえギターも石井のおかげでね、ここまで生き切るとすごい人だなとかね、やっぱり歌だってそうですよ。陽子がねどんだけできてるのかっていうのはさておき、続ければねみんな極まるけれども、努力の仕方ってすごく大事じゃないですか。人に聞いていただくなら人の心に響く、人の心に、意味のある音を発信しないといけないっていうのは先輩方から習っておりますが、まあアルベルト・ピッツォさんはですね、それにはもう本当特化された方で、そしてもう一つ私たち、楽曲花束をねヘッドアレンジしていただくのに、まあ、結局、リハーサルが前日だったんですけれども、まあ、クラシックジャズだったり創作だったりされるのが得意なあのアルベルトさんね、そしてイシーは、どっちかって言ったらロック、まあ、ジャズ以外かな、ジャズもねそんな演奏できないってわけじゃないけど、まあ、それ以外のことにはね特化しているイシー、まあ、ポップスになっちゃう陽子ねが、コラボした時に、陽子はね今回合唱曲、まあ、ゴスペル風であったりとかっていうのを、まあねそういう子を子供たちと、まあ、できるように楽曲は作っているんですけれども、とはいえね、まあ、ジャンルというものがやっぱりどこかに存在してしまう3人が、リハーサル 1,2,3 回目でまとまりましたね。本当この過程をイタリアニシモのスタッフのメンバーは、自己委員のメンバーはですね、実感してくださり楽しかったと言ってくださってますし、実際私たちも楽しかった。でそこに娘のシノのフルートが乗っかった時にね、またアルベルトさんの思いやり優しさ愛情すべてねこう広がったんですね。でアルベルトさんのねインスタアルベルトピッツォで見ていただきますと、まあね家族は奥様がね声楽のあの歌い手さんなんですよね。そうでまあ歌手の方で、で息子さんもね登場されてますね、うん、でねやっぱりアルベルトさんもすごくねあの女性に対してももうねナポリの方って感じ、うん、みんなあのすごく陽気でねあのユーモアが溢れてね、もう僕は女性がいっぱいいるからドキドキしてピアノ演奏にねドキドキしてた、もう困ったよって言いながら私が MC で、じゃあ皆さん女性の方々あのアルベルトさんのために半歩前へって言ったらね、あーって言って喜んでくれるまあそんなね面白い空間だったんですけれども、まあ、とにかくね愛妻家であるアルベルトさんで、子供もうほんと子煩悩のアルベルトさんがやっぱり私たちと音楽するときに選ぶ音っていうのがどんどん変わってくる。でそれはね、今度6月6日サンイエール鹿児島でのねアルベルト・ピッツさんの初めての鹿児島リサイタルの時に、感じていただけると思うんですけれども、私も、ゲスト出演させていただくことになりました。そしてね子供たちともっと面白いことができないかと今ねそうもう今作戦会議をしております。でねほんとねもうびっくりするんですよ、私たちは、音楽を通して自分の生き様を発信しております。ある一定のレベルまで達するとそれを好きか嫌いかと多くの方に判断していただきます。その中にやっぱり家族に愛されてきたことや家族と愛し合えなかったことはじめ、そして今の家族と出会って今の家族と愛し合えることがねやっぱり乗っかってくると思うんです。でね私はとにかくこの音時間を鹿児島から発信することにこだわり、多くの方に出会いたい、そしてアルベルトさんのね生き様と陽子の生き様が、とってもね素晴らしくシンクロした花束もぜひ6月6日サンイエール鹿児島に聞きにいらしていただきたいんですけれども、やっぱり守り続ける強さを持ってる私たちっていうのは無敵なんじゃないかなと思います。で
何よりもこれから先ね、いろんな方にいろんな言葉やメロディーで出会える瞬間、誰かの役に立ちたいと本当つくづく思います。まあそんな中でね、やっぱりいつも平和を願って、発信しています、この楽曲、今日も最後にお聴きいただきたいと思います。陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。争い事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー。今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう。みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmギノワン.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。ではでは、今週1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。この後はひふみスパーです。ひふみさん、今夜もよろしくです。ではでは、みんな一緒にせーの、バイバイハッピー。